ゴールキーパーは田口で 4-4-2 の並びを予想しています。右サイドバック高安、センターバックは上原と柳がコンビで、左に福村、ボランチは富所と森田、右に平松、左に中野、金崎と清武が2トップを組むという予想をしています。ゴールキーパーは加藤、4バック右から坂本、村松、多田、乾で、ボランチは高吉と伊沢です。ワントップに上方、その下に平原、右に野瀬、左岡田予想しています。右に柳が張ってます。琉球最終ラインとの駆け引きをしながら左足でクロス、加藤、伊沢にボール入れて、伊沢から左サイド岡田が抜けていく、上原牧人が対応します。岡田切り返してシュート、ゴールキーパー田口しっかりとセーブ。足元奪われた、さあ岡田のシュート跳ね返す、上方ディフレクションあってコーナーキック、チャンス仕留めきれず北九州しのいだ琉球です。集中力を保って戦い続けるのは非常に難しい状況だと思いますが、ここは平松の左足のコーナーキック、低い弾道ヘッドでフリック、金崎コントロール打っていった、クロスバーの預かり上、まあ、風も追い風ですからゴールに向かっていく軌道のボールが蹴れます。平松手前フリックした、飛び出しました、新加入の柳です。柳の今シーズン初ゴールで琉球が先制。平原、高吉、インターセプトは柳、金崎の足元にこぼれる、そして清武ダイレクトで狙っていきましたがゴールのわずかに左、ファーサイドヘディング、上原牧人わずかに枠をそれていきました。1点を追いかける北九州、ただ中にワンタッチ、そこに合わせました、そして上方が抜けていく、上方ゴールキーパー田口ナイスセーブです。ペナルティーエリアの外に出て対応、しかしまだ続く、岡田右足、岡田のシュートでした。北九州その前は上方のシュートがありましたが、そこは田口が飛び出していたんですがしっかりとシュートストップ。清武落として中野打つ、ナイスセーブ加藤、タピスタが沸きましたがゴール許さず、北九州の守護神加藤、シュートを放っていったのは中野克也です。25歳とまだ若い加藤、ナイスセーブを見せた後、琉球のコーナーキック、ヘディング、野田こぼれ球弾き返していきました、乾よく止めた加藤、ファインセーブ連発です。中野、高安とつないで裏抜けました、折り返し阿部拓磨、こぼれている阿部拓磨、ゴール認められました。阿部拓磨による追加点、琉球2点目。雨降りしきる中、ピッチ状態が思わしくないこの状況の中、それを見事ゴールという形で
結びつけました。2点目、阿部拓磨、このシュートもお見事なんですが、その後詰めていました。伊沢ヘディングで前へ、上原真希人が跳ね返します。阿部拓磨、竹澤のフリック、ここで試合終了のホイッスル。琉球対北九州は2対0、5試合ぶりに白星を手にしたのはホーム FC 琉球です。移籍後初ゴールの柳、そして追加点を取ったのは阿部拓磨でした。